スティ、レールキャノンの準備はできている。戦友、出番なしで終わらせてくれるなよ。ビジター、うちのボスから伝言を預かる。目標、プライマリーシールド消失。シールド消失を確認。レールキャノン発射シーケンスに入る。 EML モジュール接続。エネルギータービン開放。出力 80%。照準補正よし。90、95。外しはしない。セカンダリシール消失。アンサーティ、頭部に直接攻撃を加えてやれ。そうしている。
重全点接続、エネルギータービン全開、出力80、90、緊急面全閉鎖、リミッター解除。失われていく。レイブン、あなたに伝えておきたいことがあります。コーレルは、彼らは私の同胞なのです。コーレルに織りなす潮流、私はそこに生じた一つの波形、実体を持たぬルビコニア。これまで長い間、誰にも知覚されることはなかった。レイブン、あなただけだ。ベイラムとワーキバス、二大企業グループの一時共闘により戦況は覆り、惑星封鎖機構は保有戦力の過半を喪失、生涯への撤退を余儀なくされた。決定打となったのはベイラム主導によるアイスワーム掃討作戦だったが、アーキバスは封鎖機構の執行部隊との交戦を経て、強襲艦をはじめ主力兵器の多数露獲に成功。これは両者のパワーバランスをアーキバス優勢に傾け、企業陣営の消耗を見込んでいたルビコン解放戦線にとっても大きな逆風となった。惑星封鎖機構という共通の敵を失い、にわかに再燃した集積高なる到達競争は、以前にも増して硝煙の匂いを漂わせ始めていた。強化人間 C4621、 通常モード移行。新着メッセージ2件。621、調子はどうだ？もう少し休息を与えたいところだが、企業はすでに動き出している。封鎖機構が片付いた今、あとはコーラル集積地点を目指すだけだ。養生都市ザイレムで行った調査は覚えているか？得られた情報を友人が解析した結果、中央表現にはコ
広大な地下施設があることが分かった。ウォッチポイントアルファ、アイスワームが防衛していたのもこの施設の入り口だったようだ。お前にはこれに潜ってもらう。レイブン、一つ伝えておきたいことが。ウォルターの言う友人ですが、彼がそのような人物とやり取りを行った記録は存在していません。ウォルターは本当の思惑を伏せている。そしてあなたを使い何かをなそうとしている。このルビコンで。